深き宿命をその体験に背負う戦士クラウド、クリスタルを求める旅の途上、彼はフリオニール、セシル、ティーダと共に行動していたが、その瞳はいつも一人遠くを見つめていた。戦いの先に待つものを探して、神の望む光を手に入れ、彼は己に潜む影を打ち消すことができるのか。